2023明治安田生命 J1 リーグは第19節を迎えています。この時間は FC 東京対柏レイソルの一戦をお楽しみいただきます。舞台は東京都調布市にする味の素スタジアムです。それでは改めて FC 東京のスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧をいただいています。水間さん、中川が退いた後の前節の形というようなところですかね。一緒ですかね。そこと、塚川がトップ線入って右渡辺亮が左タワーです。さあ、そして柏レイソルの今日のスターティングメンバー予想フォーメーションでご覧いただきますが、水間さん、前節の新潟戦からちょっと変えてきましたね。そうですね、落合、豊島のところに落合が多分入るとは思いますし、トップも、変わってきますし、はい、松木狙った、強烈でしたけども、ここは松本のセーブ、枠行ってましたね。行ってましたね。素晴らしいキックでしたね。ちょっとブレてますね、武藤に対してタックルです。小泉、場内が沸きました。切り替えが本当早いですよね。そして松木が運びながら左にディエゴ・オリベイラが流れていきます。そのディエゴ・オリベイラへ、中に渡辺龍馬、ファーには塚川、田原積田もニアにいます。さあ、ディエゴ・オリベイラ、ここからマイナス、田原積田のシュートですが枠の外。スルーでも良かったですね。後ろに渡辺亮がいましたし、さあ高見ね、ここから逆サイド、マテウス・サビオへ、マテウス・サビオ、またにフェント入れながらクロスが入る、面白いボールだ、飛び込んでいったのはホセアでしたけど届きませんでした。ゴールキックです。森重からここはディゴ・オリベイラ、そして長友から田原積田、田原積田、クロスが入る、ディゴ・オリベイラのヘッドだ。先制 FC 東京、クロスにまたディゴ・オリベイラ、今日も取ります。ここ6試合で7得点目というディゴ・オリベイラ、今季早くも J1 2桁10得点目です。決定力もすごいですけど、田原澄田の仕掛け方、あの右のインサイドで持ちながら今度は縦行かずにもうすぐに切り替えましたよね。完全に空きましたね、バスタとコーナーの間ですね。松木からのボールこぼれて、シュートに行きました、田原積田、ここはキーパー松本のセーブでコーナーです。さあ、ここは松木からというところ、フロート、松木いった、で近川、また松木だ、松木、右渡辺走ってるか、自分で行ったシュート、ディフレクトしてゴールの方へ行きましたけれども、ここはコーナーに逃れています。ドリブルしながらいろんな判断を持ちながらっていうのがすごく見えますよね。顔が下がらないですし、もう一直線っていう感じじゃないですから、やっぱりいろんな可能性を探りながら運んでますよね。さあ、そして三つ丸から四橋へ降りてきた、又吉サビオのフリック、ホセアから、そしてフロート振った、強烈でしたけども枠の外、本当ですね、はい、強烈でしたね、左足。ホセアにはエニケ・トレビザンがついています。そしてボールを奪ってディエゴ・オリベイラへ、さあ、そして田原積田だ、さらにはディエゴ・オリベイラ、さあ、中には渡辺亮は、龍馬、田原積田、そしてファンには塚川がいるが、縦に持っていて自分でシュートに来ました、ディエゴ・オリベイラ、ゴールキック。見応えありましたね、今の局面は。おっと
とヒヤッとしました。三つ丸が下げたボールですけれども、まあそうですね、はい、ゴールの枠の方に行きました。ソービックのパンチング、まだあります。ここで豊島拾ってクロスが入る、ファーサイド小賀さん流れていってというところですが、切り返す、マイナスのボール、ここにまたサビオ、シュートだ、バーの上、ゴールキック。マテウス・サビオ、もう一度マテウス・サビオ、入っていてシュートだー、枠の右でした。惜しいシュートでした、マテウス・サビオですね。細谷との関係ですよね。そしてここで長い笛が吹かれました。 FC 東京は 1-0、 今日もクリーンシート、これで2連勝。柏レイソル、これで J1 は8試合勝利なしです。